よし、行くか。エミさん、大丈夫ですか？って、片足がありません。引っ張られたから外しただけよ。ほら、リンちゃん、今のうちにお札を貼って。あ、はい。お？おお、なるほどね。クリックオアタッチで適切なお札を選んでください。1度目で選択、2度目で決定となります。なるほどね。おお、これじゃ操作できないのか。ほうほうほう。測定済み、物が動いた時のお札、寝ている時のお札。あ、これでいいのかな、特定済みで。おうおうおう、あ、なるほどね。そういう操作方法か。これで封印できたのでしょうか。とりあえず足を井戸から取ってくれないかしら。そうでした。エイミーさんが無事でよかったです。心配してくれて嬉しいわ。この調子で残りの悪霊も封印していきましょう。そこの部屋みたいにもう開いているんじゃない？そうですね。回ってみましょう。なるほどね。すべての部屋が解放されました。いやー、これで一個ずつ封印していく感じね。わあ、掃除するとこ、おお。なんだか不思議な部屋ですね。だけど、やることは変わらないわ。そうですね。窓の外、何か近づいてくる。嫌な予感がします。とりあえず、柱の陰に隠れましょう。お？目だ。あれは、なんだかとっても危ない気がします。あの目が出ているときは、今のように柱の裏に隠れてやり過ごしましょう。むず、そういうこと？二人とも動くのは得策じゃなさそうね。私はここで待っていることにするわ。頼んだわよ、リンちゃん。え、この状態で掃除しろっていうの？あ、意外と遅い。あ、意外と遅い。思った以上に遅かったな。パックできるか。あぶね。オッケー。よし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 。え、封印しなくていいの？なんとか出てこられました。早く封印してしまいましょう。そうね。完全に同意だわ。うん。これじゃなくって、これじゃなくって、これだね。で、障子の目。ああ、部屋自体を封印しちゃうの。あ、そうなんだ。あっこのなんかもう一個奥の障子かと思ってた。無事に封印できたようです。さすがリンちゃんね。次も期待しているわ。ほうほうほう。真っ暗すぎんか。
暗いですね。注意しないと掃除する場所を見逃しそうです。手をつなぐ？いざという時はお願いします。え？え？おかめじゃん。めっちゃ見てくるやん。何の悪霊？これで終わりでしょうか。奥の紐が気になるわね。え、大丈夫？え？操作できないんだけど。え？え？え？操作できない。え？え？何の操作もできなくなっちゃった。なに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 。なに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 。え、バグ？おお、動けた動けた、よかったー。一回やり直してきたんだよ。しかもセーブしなかったからさ、ちょっと時間かかっちゃったー。なんだよ、バグかよ、結局。この紐、天井に繋がっていて、怪しいですね。引っ張ってみましょう。よく引っ張れるな、その状況で。はしごが出てきました。上にも部屋があるみたいです。狭いですが、ここも掃除しないといけませんよね。おう。これでバッチリです。ここは暗いだけで、特に何もいませんでしたね。いや、いる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 。見えてる見えてる、私の目に。そうね。封印しないといけない悪霊はいないわ。この調子で、他のところも掃除しましょう。いないの？いないの？本当に？何か書いてありますね。ま、か？かすれていて読めませんね。特に何もないのか。ないのかい？ないんか。ないんか。そうなんだ。何もないところとかあるんだ。仏像でかー。そんなん個人的に置いてる家ある？広いけれど、何もない部屋ですね。とりあえず、先に掃除を終わらせてしまいましょう。じゃあ、私はそれを眺めておくわ。はい。うん。おい。なんか、勝手にスイッチの電源がついたんだけど、怖いからやめてくんないかな。怖いからやめてくんないかな。勝手にスイッチの電源つくなよ、ホラーゲームしてるときよ。目の前の真っ暗だったモニターに急になんかさ、ホーム画面現れたんだけど怖っ。終わりました。リンちゃん、ここにいいものがあるわよ。何ですか？ね？これはいわゆるジャパンの布団では、ゴードンさんがこれで寝てました。寝ている時に現れる悪霊がいるのよね。ちょうどいいと思わない？そうですね。ちょっとお昼寝休憩しましょう。それじゃあ一緒に。てかさ、悪霊が出るって分かっててよく寝れるな。無理だわ。出るって分かってんのに、じゃあお昼寝休憩しましょうってならないならない。絶対なんない。いえ、私、一人じゃないと眠れないんですよね。ちゃんと眠らないと悪霊が現れないかもしれませんし、ここは私に任せてください。あら、残念。じゃあ、帰ったら。
さあ、お布団を引きますよ。エイミーさんは30分だけ外で待っていてくださいね。よく寝れるな、一人で。一緒に寝てほしいわ。よく考えたら結構危険なのでは？今気づいたの。ですが、エイミーさんと添い寝に比べたら。よし、寝ましょう。よく寝れるな。寝つき早かったな。ああ、バグか。なんだかすっごく楽しい夢を見てたのに、途中でめちゃくちゃにされた気がします。もしかして、夢を食べられたのでしょうか。とりあえず、一度エイミーさんと合流しましょう。エイミーさん、お待たせしました。って、あれ？どこに行ってしまったんでしょう。とりあえず、先にこの部屋を封印してしまいましょうか。てか、布団片付けなくてよかったのかな。布団片付けた方がよかったんじゃない？無事に封印できたようです。それにしても、エイミーさんはどこに行ってしまったんでしょうか。掃除をし、悪霊を封印し、エイミーさんを探す。これはなかなか大変です。おう、とりあえずセーブしよう。さっきひどい目にあったからな。オッケーオッケー。そういえば、隙間に関係する悪霊を見ましたね。ひび割れがあれば覗いてみましょう。ああ、そういうこと？エンタークリック。おお、いるやん。手が出てきました。私の自慢の反射神経がなければぶつかっていましたね。さあ、封印をしましょう。ほう。隙間のお札、これだね、魔の手。右の方にも隙間あるんだけどな。無事に封印できたようです。この調子で他のも封印していきましょう。これは？ああ、そうなんだ。ほえー、そういうことね。わあ、いろんなものが散乱してますね。とりあえず片付けてしまいましょう。おうおう。うい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 。なんか右上のあの人形なんだ。なんだこれ。おうおうおう。ああ、お片付けね。ああ、お片付けね。なるほどね。ああ、そういうことね。オッケーオッケー。拾ったものか。何の音だろうと思ったら。こういうこと？これでバッチリです。おお。なんでや。そういえば、物を動かす悪霊がいましたね。お掃除の邪魔をしないでください。負けませんからね。こけしが飛び出るよりも先に意地でも並べてみせます。ああ、なるほどね。ちょっと、ふう、くそ、ちょっと、これは、これだな。うん。違うな。コントローラーじゃ無理だ。いや、コントローラーじゃなくても無理だった。ダッシュがいるもんな、ダッシュがいるもんな。オッケー。
行きましょう、いけ。はぁ、はぁ、どうですか？無反応なら私の勝ちです。いつの間に勝負に。まあいいです。今のうちにこの部屋を封印してしまいましょう。そういえば、物を動かす悪霊を特定するには何かする必要があった気が。確認してから部屋を出ましょう。鏡でしょ。何も書かれていない。オーケー。何も書かれてないのね。それでは、この部屋を封印してしまいましょう。物が動いた時のお札。お！ちょっと待ってよ。どっちだったっけ？どっちだったっけ？おー、鏡に N の文字を書き残すのがクイックシルバーね。オッケーオッケー。で、ポルターガイスト。無事に封印できたようです。これでこのお屋敷の悪霊は全部封印できたと思うのですが、エイミーさんは見つかりませんでした。帰ってしまったんでしょうか。帰りましょうか。それとももう少し探してみましょうか。いやー、探すだろそのまま帰るは一番薄情すぎんか。それはでもな、封印、封印されてない部屋ってそんなにないんだよな。隠れれる場所ってそこまでなくない？ここも封印してる。何この、こんなあったっけこんな赤いのあったっけ。あったっけ。あったんだろうな全然見れなかった。おお、ここぐらいじゃね。お、おるやん。エイミーさん、なんでこんなところに。暗いところって落ち着くわよね。じゃあ一緒に行きましょう。どこに。これ、あれじゃない？ハテナハテナハテナじゃないの？え？違うの？なんかありそうじゃない？あの部屋。ちょっと、ここでセーブしとこうか、一旦。一旦セーブしてこう。なんかありそう、普通に。どっちだこれ。リンちゃんって書いてるけど、喋ってるの、多分、エイミーなんだろうな。慣れない格好で疲れちゃったから、早くこんな服が着替えて、ゆっくりしたいわね。お？リンちゃん、どうしたの？あなたは誰ですか？何を言っているの？エイミーに決まっているわ。依頼で疲れちゃったのかしら？それなら、なおのこと早く帰りましょう。エイミーさんは依頼が終わった後のデートを楽しみにしてくれていました。私のメイド姿だって全然堪能できなかったはずです。それなのに早く帰って着替えたいだなんて言うはずがありません。一体何をしているの。ほら、そんな危ないものしまって。安心してください。あなたが本物のエイミーさんなら、私がここに書く名前を恐れる必要なんてありません。え？封印する悪霊の名前をタッチで選べ。え？キョンシー、海賊船、サトリ、コロボックル、ドッペルゲンガー。ドッペルゲンガー？え？ドッペルゲンガーぐらいしかなくない？消えた。
屋敷から出た私はすぐに外に眠っているエイミーさんを見つけました。屋敷に着いてからの記憶がないということで、私のメイド姿での活躍を見れなかったことを悔やんでいました。わあ、最初から？そうなんだ、最初からかよ。リンちゃん、一生のお願いだわ。またメイド服を着てちょうだい。しばらくは着なくていいですね。そんな、私の一生なんてすでに終わっているから価値がないというわけ？むしろ、不死の一生なんて重すぎます。ですが、たまに思うのです。あの時、ドッペルゲンガは消えたのではなく、逃げたのではないか。今目の前にいるエイミーさんは、本物のエイミーさんなのだろうかと。ねえ、リンちゃん。これからもよろしくね。エンド2疑惑？おい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 。え？おい、待って待って、エンド2。これハッピーエンドちゃうやー。さすがに回収せんとダメだろ、これは。マジか。あの部屋だろうな、多分な。え、何すればいいんだ？教えてくれ。やあ、久しぶり。元気だった？今回はリンちゃんが大活躍だったね。ん？エイミー？さあ、どうなんだろうね。あのエイミーが本物なのかどうかなんて、今の君には関係ないよ。だって、決まってしまったルートなんだから。というわけで、親切な僕は別のルートへの行き方を君に教えてあげようと思うんだ。ポイントは、エイミーとどれだけ一緒に行動するか。エイミーがいなくなる場所があったよね。具体的には、リンちゃんが眠った後。その時に、すぐにエイミーと合流すれば、何かが変わるかもしれないよ。今の君ならエイミーがどこにいるのか分かってると思うからさ。もちろん一人で帰るなんてもってのほかだよ。それじゃあまた君に会えるのを待っているよ。ああ、なるほどな。一人で帰るルートもあるっちゃあるんだ。